殺やろ絶対。著作権引っかかったらどうしよう。うわ、性欲。何？可愛いから。おあー、死んできまーす。はい、バイバイ。見てください、選ぶやつ。盗撮やろ絶対これ。思わへん、何の写真なんだってこれ。自転車選べって言われてる、人の部分まで選んだ方がいいかなこれ。自転車だけちゃう？これ誰なの？どこなんこれ。いいのこんな人の後ろ姿。誰がどのタイミングで撮った写真なんそれ。盗撮やんの。こんにちは。こんにちは。忙しい忙しい。言って今日何するか。いや何するか言って。忙しいって忙しさは変わらへんね。はい、どうも、大島兄弟のしゅんとさくらです。よろしくお願いします。今日何するか言って。今日は兄弟で TWICE のライブに参戦するということで、うん、今から準備していきたいと思います。イエーイ、 TWICE のライブです。はい、で私たち1時間後に私はもう出たいんですよ。急いで2人で可愛くなってライブに行こうよっていう動画です、はいはい、なのでちょっと黙々と今から兄弟で準備していきます。準備していきます。 Get ready with me! Yay! Yay! TWICE live! 準備していくよ。各々集中して。まずは今ちょっと日焼け止めをね、顔面全体に塗りたくり中。1個もいじれるやんな、ほんまに。やるよ。僕はパックします。びっくりした、お菓子の持ってきたかと思った。これはファンの方にいただいたパック。ちょっと待って、結構優雅やな、なんか。カラコマミユコさん、ジェリーグレー大好き大好き大好きカラコマです。急げ急げ。あーうわ、今回は東京の味の素スタジアムっていうところに行きます。はいはいはい、初めて東京でライブ行くの、ね、自分たちで起こしてな。でもさくらとライブ2人で行くのって結構初めてぶりじゃない？てか初めてちゃう？2人で2人でのライブって行ったことなくない？なあ、2人ではガチ初めてちゃう？ね、さくらが当ててくれました。そうなんですよ、2人ともなTWICE好きやもんな。あのグッズを買うとか、うん、そういう面のファンではないんですが、うん、新曲が出たら欠かさずチェックして MV を 4,5 回見てみたいな。2人ともね、推しが一緒で、うん、TWICE のサナちゃん。そうなんです、サナ氏に会えると思ったらやばいな。やばいよな、スタジアムやからさ、めっちゃ声出そう。サナーって言うわ。僕はちょっと入らないとっていう、むくみとか取るやつ。ちょ、優雅やん。さくらが全然意識高くないみたいになっちゃってるやん今。大丈夫だよ。大丈夫、ファンでファンで。ああ、忙しい。てか、ここ何日間めっちゃハードやな。そう、特に2位に。そうやね、僕ちょっとハードで、朝散歩行って、うん、美容室行って、うん、で、スターバックスでランチ買って。めっちゃ優雅やん、忙しいっていう、普通に。今からTWICEのライブ行かしてもらって。忙しいっていうか、ただ優雅に過ごしてるだけやった。そうそうそう、昨日もな、めっちゃ朝早くからネイル行ったりとか。そう、昨日は朝7時半からネイル行かせてもらって、写真展にお邪魔させてもらって、その後ボロックさんの展示会、うんうん、行って、してさくらの眼科についてきて、さくらの眼科について行ってで帰ってきて、うん、でなんか途中床で死んで、うん、ファンデーションの高次眉毛、僕は美顔器。結構優雅ちゃう、なんかパックに、うん、急ぎはなさそう。でも驚くと思う、2位の速さに。暑いな最近、ほんまに。皆さんどうですか、ちゃんと水飲んでる？さくらがね、全然お水飲まないんですよ。どんだけ時間がなくても帰らないとはやるって決めてる。他を省く、コンシーラー省いたり、うん、眉毛角も省いたりする。どんだけ楽しくても帰らないとは欠かせない。TWICEさんのライブに行くのは3回目こんないってことあんの？あるよ、高校生の頃とか言ってたもん。推しがね、サナちゃんに変わってからは初めてっていう感じですね。その時はスイちゃん推しやったから。どう、久々だと。いい感じに陰ってる。雨降らへんぐらいで陰ってくれたらいいね。そうやな、なんか席が西日がやばい席らしくて焼かれそうと思ってた。手焦げた気がする。うん、焼けたと思う。なんか自分の肌の色こんなんやったっけと思ったの。さくらも絶対焼けてる。避けられへんねこれ、うん、焼けるのは。よし、顔も焼けた気がする。でもまだ夏じゃないっていうのは本格的な、うん、恐ろしいよな。最近つや焼けたばっかりやもんな、うん、これくらいで夏一生外出たくない。一生テイラー・スウィフトさんのライブに遊びに行かせていただいた時もあれね、ちょっと出るの遅れちゃったし、僕、うん、乗る電車間違った。今日やめような、ほんまそういうこと。そうやめような。でもさくらのアテンドがあるから。いや、行ったことない駅やねんけど。はい、で次何する？次何しよっか。結構進んでんねん。これはランコムさんのガチで焼けた気がする顔面。最近お仕事でもさ、あとお外にいる時間長かったよ、うん、それはもう焼けても仕方なくない。じゃあ恋バナとか。YOU NO MATTER WHERE YOU COME ME I GOT YOU AND I WOULDN'T
著作権引っかかったらどうしよう本家みたいな、そう、本家本家に引っかかったらどうしよう。ないやろ。え、ないやろ。いや、わからんで。楽しみ。 X の仕様でさ、めっちゃその関連のツイートが出てきて、昨日やばかったもん。フルとか出てきて、なんかライブのフルビデオみたいな。すげえ。絶対あかんやん。確かに。そんな見てないけどさ、そんなもうバーってネタバレがさ、なんか X の仕様がさ、めっちゃなんか最近変わってるやん、うん、で自分が見てるようなやつばっかり出てくるようになったからさ、うん、もうネタバレを回避できひんっていう。もう X 消すしかない。そうよ。日焼け止めはアネッサ。次、下地。僕今下地来た。どう、今さ、これ今何、今はハイライト、次アイシャドウ。丁寧にメイクした方がいいよえ、そのほど言われる、うん、急がずに、急がずにな、しっかりとこう一個一個手順を追ってね。そんな時間経ってへんと思うし、ほんで分からんけど。いや、でもその考えがギリギリになる人の思考上、それ結構そうかなそうかなって。今日美容院めっちゃ汗で出ていってたよ。汗で私全然つかまない、びっくりした15分つかまないかな。私それがもう自分のペースでやることにした。2位で合わせたらな、遅刻すんねん。なんなら先に出た。いやいや、一緒に行こうよみんなは化粧するとき多分ブラシとか使うんやろうけど、うん、僕結構下地とかは、うん、指ガン塗りタイプ。うわ、最悪。何？何がどうなったの？んアイシャドウを感覚で撮ってやったら色違ったっていうやば。薄ピンクをこの涙袋に塗りたかったのにブラウンを塗るっていう。セーターことは潜んじゃうから、うん、やっぱ2位のペース落ち着いてやる感覚でこの場所でさ、うん、この辺かなと思って。ノールックでやってた。そう、ノールックでやったら失敗した。今ファンデーションは資生堂さんです。そういう商品紹介もやっていくもん。うん、言ってるだけ。今何だと寝ちゃっくりみたいな。茶色になっちゃった。少しだけ逆に茶色置いてみたら。いやだ、ちょっと待って、だけ時間出す焦ると良くないからね。え、焦ると良くない。でもさ、すってさ会場入れへんかもしれんやん、うん、入れへんやん絶対、人多すぎて、うん、だからな、めっちゃ言うもって会場入って、なんか一番おかしくて思う。確かにな、入れるか分からんもん、時間その通りに行ったとして。確かに、それはそう。まあ急いで行くのはいい、急いで行こう。いいもん、もう終わりそうに行く。めっちゃ早いやん、急にもう終わる、めっちゃ早いやん、うん、最近な、早くなって、うん、なんか知らんけど。そうやろ、早すぎへん、びっくりしてな。なんで急にそんななんか薄化粧になったん？工程少なくなった感じで。もう前サクとあんまメイク時間変わらへんかったもん。うん、ナチュラルメイクになったよね。そう、スイケメンかな、どっちかって言ったら。へえ。イメージな。そうなん、うん、もう初めて聞いた。そう、まだ馴染んでへん、サクの中でその言葉。ほんま、うん、スイケメン、うん、どっちか。すっぴんと似たような感じかな。べっぴん、すっぴん、スイケメンみたいな。それの一個の分類みたいな。そうやった。そう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 、薄化粧やけど漏れてるみたいな。へえ。そんなに見せなかったな。ガチャ、うん、今聞いてやっと馴染んだ感じ。いや、馴染んでへん、まだ聞いただけ今、まだやっと馴染んだ感じか、今で腑に落ちた感じ。いや、まだそれには落ちてへん、まだ全然落ちてへん、まだ時間かかりそう。いいよ、ゆっくりで少しずつでいいの。今日はサナさんに会うからちゃんとメイクしておかないと、うん、そんな近くないけどな。え、そんな近くないけどな。いや、わからんよ。今日帰ってる時にばったり会うかも。なんならそこらも JYP さんに声かけられるかもしれない。可愛いですね。いつでも可愛くね。そう、いつでも可愛く、キュートな。もうありもそう。はいよ、はい、優雅にした分バッハでしょ。めっちゃ強いやんそれ。サクラより賢いかもな。ずっと急いで失敗する桜より、うん、あと1工程で終わり。まあ男はな、することが少ねえすから。どう今日の、あ、見た目から、でも今までで一番かも。そう、自分史上一番かも、うん、えい、髪乾かそう。髪の毛切ってから初めてのセットやから、ちょっとこう乱れへんっていうか。で、髪にセットもあんま時間かけへんかったもんね。うん、さくら今何の工程？
つげの束感作り。すごいな。すごい工程。そうやっぱあるんとないとじゃ違いますか。いやまあそうっすね。何本かが合わさることによって目力アップ的なところ。なるほど。あ、ちなみに今日のお席なんですけど、はい、どこら辺だったんですかね。今日はですね、スタンドになるんですけど、はい、スタンドの下の28列とかですね。私ももう分かってないんですけど、でもスタンドはいいと思いますよ、普通に。スタンドも同じ高さじゃないんですか。スタンドはこうだんだんに階段みたいになってるじゃないですか。あ、だから前の人が背が高くても大丈夫ですけど、なるほど。アリーナって確かにずっと同じ高さなんで、後ろの方のアリーナよりかはスタンドの方が見やすいと思います。で、スタンドの一番前だということですか。何ですか。あ、今回席スタンドの今回は28列ですね。あー、じゃあ列があるということですね、私の前に。なるほど、じゃあ自分の前に28人いるっていうですね。そうですね、まあでも何段にはなってると思います。なるほど。まあそういう感じですね。まあ、後ろが何列あるのか分かんないですけど、はいはいはい、まあ、30列だったとしたらめっちゃ後ろだったんですよね。そうですよね。何列あるんだろう、スタンドって。大体30じゃないですか。メイクがだんだん終わりが見えてきました。本当ですか。はい、僕はちょっと今からヘアセットして。私ももう、もう行きますよ、そっち。はい、じゃあお待ちしてます。はい、もう行きますよ。はい。ネタバレをいっぱい回避して、セトリは見てないからね。うんうん、楽しみ、何々歌を張るか。一回流れてきたけどな。そう、もうセトリみたいなのめっちゃ飛ばした。よし、メイクはいい感じ。何点、今日の自分。え、今日の自分は、今日のメイクは、今日のメイクは、ちょっとまだリップ塗ってないから、ちょっとリップ塗っていいわ。結構高得点、今日の自分は。ブラン間違えて塗った、間違いも克服できた。いや、メイク落として拭いた。完全にロス。ガチやん。リップ塗ろう、一旦リップライナーでね、オーバーリップに。あれ、何言うてんの。リップどっか行った。ロス。あれ、さ、今日持ってこなかった。でも、そういうことで、まだ30分しか経ってんで、メイク終わったしもう。いけ、髪型終わる。そうやろ。まあいいよ。湿気というか、汗とかでめっちゃ髪の毛崩れそうやな。うん。ヘアゴムと思っていっとこう。水しか持っていけへんやろ。それで。でも、水売ってんで。そうなの。トゥワイスの水。いくら?500円の。すんご。でも、ライブ名が。印字されてる。印字されてるやつ。よし、そこもヘアセットに入った。ヘアセット終わった。服決まってるから、衣装チェンジの方はいけるです。僕はワックスはない。ロス、ワックス。ちょっと今回はね、襟足もちょっと多くしてもらいました。うん、昔のやんちゃ風中国人みたいな。あの、食べ物とか持ってんねんで。そうなん。カフェみたいな。へぇ、今日にちなんだメニューとか。メンバーカラーにちなんだ飲み物。そう、エメラルドグリーンやったら、なんかチョコミントドリンクみたいなのとかあったで。すんぎょ。あとは、プルコギホットドッグとかあってた。うまそう、けど高そう。なんか一瞬いいなと思っても、違う鏡で見たり、時間経ったら、え、これ出てたみたいな時ある。男の人の髪セットってむずそう。なんかほんまに、その一瞬が好き、うん、なだけで、髪の毛ぐしゃぐしゃってやっちゃう。髪の毛切った後は一瞬はちょっと乱れない。ボリュームとか変わったら、涼しさとかちゃうの。それ変わらへん。これ暑いもんは暑い。暑いもんはずっと暑い。暑いもんはずっと暑い。よし、髪セット終わっぴ。あとはスプレーして服着替えて1分になって終わり。僕は髪型終わり。早っ。細かい小手で前髪周りを巻けばヘアセット終わり。そういう工程があるんですね。全体をこう大きい小手で巻いて。52分ですけど、あと8分で。はい、はい、分かってますね。あ、大丈夫ですよ。はい、いえいえ、とんでもないです。じゃあ、服決まりました。あ、服一応決まりました。 あの、はい、さくらさんが髪分け次第、はいはいはい、着替えて、はい、完成みたいな感じでいこうかな。あ、カバンの用意は。あ、カバンの用意、あ、そうだそうだ、いいですか、じゃあ。あ、してください、してください。もう私、カバンの用意できてるんで。えしおさん待ちになっちゃうんで、そこ。あー、そうでしたか。うわー、それ知らなかったな。僕待ちになっちゃいますか。あ、はい、そうですね。今は待ちというか、今は違うんですけど、なっちゃうかなって思って。あ、なるほどですね。いや、まずくはないんですけど、なんかちょっと今私待ちみたいな風に言われたんで。はい。助言っていうか、まあ、アドバイスっていうか。ああ、はい、そうですか。双眼鏡入れた。え、双眼鏡なんて持ってんの。ガチの人や、ほんまに。そんなんいつまで準備したんと思った。ウブサンローランのサナちゃんがアンバサダーのロブシャインリップスティック。これはさくらからもらったプラダのリップです。ちょっと壊れました。色味がちょっと自然で気に入ってます。
で、上からフェンティビューティーのヒートボムみたいな名前のやつを塗ります。ピンクで可愛い。で、私も上からフェンティビューティーのお兄ちゃんの海外のお土産のグロスを塗って、はい、着替えましょう。はい、あと4分着替えるぞ。リップ塗ってから着替えるの絶対間違ってる。よいしょ。はぁ、着替えました。今日は僕はロデオクラウンさんからいただいたハローキティコラボの T シャツと、私はエピヌさんの可愛い花柄のワンピースです。可愛いそれ。ちょっと立っちゃおうかな、可愛いから。おちょっと見えてるかな、そのメガネ今入って。見えてる見えてる、ギリね。こういう感じ。はい。可愛いな、これ。可愛い。これを着ていきます。はい。ネックレスは？ネックレスも着てる。あと靴下はちょっとリボン付きみたいな。おじゃあ見せ方が可愛くないけど。今出たらいい感じ。やろうと思えばできるじゃん。我々。ああ。うん？つけられへん？つけられへん。いいよ。つけてあげる。ああ。やめて。はい。じゃあ行くか。行きます。ということで、うん、準備完了。はい。はい。どこ頑張った今日は？今日も全体的に頑張ったよ。スプレーしとかんでいいの？して。いいよ。前髪。いくよ。うん。ありがとう。行きましょうか。行こうか。1時間で準備できた。でもちょっとオーバーしてる。ちょっとオーバーしてる。行こう。それでは行ってまいりまーす。楽しんできまーす。はい、バイバーイ。またね。バイバーイ。カバンはこれ。じゃあまた行ってきまーす。